どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、えー、4月4日、えー、阪神 VS 巨人戦、たった今終了いたしました。結果は、阪神ボロ負けでございます。うん。いやーね、今日はね、特にひどかったね。うーん。 あとでね、え、打撃陣、投手陣ちょっと見ていこうとは思うんですけど、まあ見ていくにしてもね、ひどい内容だったんでね、あのー、パパパーって今日はありますね、おそらく。いやーね、まあシーズン始まってね、まだ6戦、まあ2カード目っていうことでね、全然何もやってないってところはあるんですけど、まあね、今日の巨人3連戦、 えー、対巨人3連戦で1試合目に、2試合目はね、まあね、まだ見る部分あったかなっていうふうには思ったんですけど、3試合目、今日の試合はね、あま、僕はね、この YouTube とかね、まあ Twitter においてでもそうなんですけど、あんまりね、そのネガティブになることを発信してもどうなのかなって、ネガティブになることはね、あの、まあ、発、 言うことによって発散するっていうのもあるんですけど、僕はね、その言うことによって、ま、あそれこそね、あの、僕の YouTube チャンネル見てくれてる方に、そのマイナス影響をね、あんまり与えたくないんで、ネガティブなことを言いたくないんですけど、あの、ポジティブに取れるところがない場合は、もう仕方がない。今日はね、あのー、もうね、阪神についてというよりかはね、僕の愚痴みたいな感じになりそうなんですけど、すいません。あの、今日は勘弁してください。というわけでね、えー、早速、スタ、えー、スタメンオーダーから。 発表していきましょう。本日このようになってます。青枠は、えー、出場した選手でございます。というわけで、えー、スタメン、一、えー、1番セカンド上本選手、2番センター近本選手、3番ライト糸井選手、4番、えー、ファースト大山選手、5番レフト福留選手、6番サード糸原選手、7番ショート北条選手、8番キャッチャー、えー、坂本選手、9番ピッチャー、えー、浜地投手ですね。浜地選手ですね。阪、え、神、ー、勝てへんわ。うん。ほんまに。どうした勝てんのやろうなぁ。 まあね、あの、今日はね、えー、まあ、いわゆるテコ入れというかね、なんというか、ええー、まあ、打順と選手と、えー、変えてきたということでね、えー、僕の昨日の動画でも言ったんですけど、まあ、あの、上本選手セカンドでもありなんじゃないかということも言ったりとかね、ええー、したんですけど、まあ、あの、変えてきましたよね。結果的にはね、まあ、噛み合わず、うん。 ね。いやー、ひどいな今日はひどかったないや、僕もね、できればね、東京ドーム見に行きたかったんですけど、ちょっと、あのー、仕事があって行けなくて。で、まあ、テレビでやってたんでね、えー、それは見させてもらって、ずっと見てたんですけど、6時から9時ぐらいまで見てたんですけど、まあ、何度テレビを消そうと思ったことか。あ,あつまんねーって。 本当にね、今日は本当にひどかった。まあまあ、とりあえずやっていきましょうか。えー、っとですね。うーん。まあ、打撃陣。まあ、計6アンダーですよ。 上本選手がノーヒット。近本選手もノーヒット。糸井選手が4打数2安打。大山選手3打数無安打。福留選手3打数1安打。えっ糸原選手4打数無安打。北条選手4打数1安打。坂本選手3打数1安打。1打点1ホーマーですね。そして浜地選手も1打数1安打と。まあ、いろいろ交代した選手たちが、いますね。中谷選手も、代打で、まあ、 守備交代して出てきて、えー、ノーヒットと。えー、そして、エゴシ選手もノーヒットと。えー、木波選手もノーヒットと。えー、っとですね、まあ、中谷選手はね、なんとなくね、えー、まあ、スターティングメンバーについてもちょっと後で話すんですけど、中谷選手はね、あの、なかなか上がってきたかなっていう風に取れる部分はあるんですよ。まあ実際昨日の試合打ってくれてっていうところもあるんでね、えー、まあ期待しましょうという感じなんですけど、えー、木み選手、えー、 もうちょっとね、まあ何かを掴んだら、なんか、まあ、前の前のシーズンの高山選手みたいな感じでポン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 打ち出すかなっていうふうには思うんですけど、それが掴むまでね、6試合っていうのは、まあ6試合終わって、まだ掴めないってなると、やっぱりちょっとスタメン起用は厳しいですよね。そしてエゴシ選手、あんたはちょっと厳しいぞ、本当に。うん、あのね、ポテンシャルはね、認めてんのよ。 もう、とことんまであんたはすごいってことをね、認めてんのよ。ただ、当たんねえのよ。うーん、本当に、昨日の試合もね、確かね、代打で出たんですけど、三振でしたよね。今日もね、空振り三振だったんですけどね、当たんないのよ。あんたはね、エゴシ選手はね、当たったら飛んでいくのよ。だけど、あん、 当たんねえのよそこをね、まあ別にね、ミート重視でね、なんかあの、弱々しいバッティングになってもらうのも困るんですけど、ただね、あのー、もうずっと言われてるんですよね、エゴシ選手。もう当たらないって。 そこだけね、どうにかしてくれたらな、というふうには思うんですけど、ただね、まあね、実際成績残せてないって、まあ足があるんでね、ちょっとね、残しておきたいっていう部分まあしかも長打力もあるし、って、まあ守備力においても全然問題ないんで、当たる、当たらないってところだけなんでね。うーん、まあまあ、でもね、ちょっと、木並選手、江越選手、ちょっと厳しいんじゃないかな、というふうに思ってますね。う,ん、うーん、まあ、あ、あとね、あのー、 え、全然関係なくはないけど。まあ、あの、あれですよね。梅野選手が、えー、左足の薬指骨折ということでね。えー、マジか。まあ、でも梅野選手頑張るぞって言って明日から合流するってことなんですけど、まあ、響かない程度にやってほしいなというふうには思うんですけどね。今日もね、あの、坂本選手がね、ホームランで、あの、1得点上げてるんですけど、まあ、ただね、あのー、ね、僕もね、野球素人ですよ。 ただね、あの、ずーっと野球を見続けてきてる。その中で思ったのは、坂本選手ね、まあ、それこそ打撃で1点上げてるんで、まあまあまあっていう風には思うんですけど、だけどね、リードがちょっと甘い気がする。うん。 あの、初回の坂本選手に対してね、あの、浜地投手が、えー、カーブを1球目投げて、ど真ん中のカーブ。あのー、解説の方、まあ、今日じゃなくてい、いろんな解説の方の話を聞いて、あの、初級カーブはやっぱり振りにくいと。うん。なんとなく、あのー、意識的にも、なんか振りにくいという感じなんで、大体は見逃すと。だけどね、2球同じコース、同じボールを放ると、まあ、坂本選手クラスになると、やっぱりすぐにヒットにしますよね。そういうところはね、ちょっと、 まあそれこそね完全にボールになるというかねもっとまああのコントロールミスはあるにせよそこら辺はねちょっと気をつけまあ要求したのか自分が投げたいって浜地投手が言ったのか分かんないですけどちょっとその辺はね気にしてほしいなっていう部分はありますよねうん,うんまあ打撃陣はねまあそれこそね糸井選手と福留選手 で、そのね、ベテラン勢におんぶに抱っこってところしかないので、うん、ちょっと気、どっかでね、なんか起爆剤が欲しいなっていうふうに思います。大山選手もね、ダメダメですね。うん。あのね、本当にね、うん、まあ、あのー、ね、考えすぎなんですよね。うん。もうね、あのー、まあ、与えられた予感は育たないみたいな感じなことを誰かが言ってたと思うんですけど、でも、あの、与えられてもいいじゃないかと。 うん。それで育てていこうと。だから4番は変えないから、あの、どうにかして頑張ってくれぐらいでいいんじゃないかと。まあ、それこそね、もう他に4番候補がいないんでね、まあ、糸井選手、えー、中谷選手、福留選手、えー、まあ、その辺しかいないんでね、なまあ、育てていくってなると、やっぱ大山選手が一番いいと思うんで、どうにかしてほしいなというふうに、僕個人では思っております。まあね、打撃陣見るところないんでね、ちょっと、まあ、愚痴が多かったと思うんで、申し訳ございません。まあ、 まあ、とりあえず、投手陣行きましょう。えー、浜地投手、も月投手、島本投手3人ですね。浜地投手、4回投げて79球、9アンダー6三振、え、6失点と。まあね、ボール自体はそこそこよかった。 たんですよえー、それこそ低めのストレート。まあ、ストレートにはね、まあ、あの、スピードガン表示的には141とか2なんですけど、あの、キレがいいんでしょうね。あの、詰まらされたりとか、えー、そういう部分あったんで、そこら辺はいいんですけど、まあ、やっぱり失点食らってしまう部分が、やっぱり厳しいのかなというふうに思います。えー、もちづき特集が3回投げて58球、4安打2三振にファーボール2でドッ 2デッドボール、えー、3失点ですね。えー、持ちずと、持ちずき同士にた、えー、関しては、えー、厳しく言います。えー、前の昨シーズンの頃から全く変わってません。うん。まあ僕もやってないんでっていう何度も何度も言いますけど、えー、あなたはね、えー、ホームランを打たれる被打率がとんでもなくひどい。うん。 そこだけ気をつければね、あの、ボールの速さもね、もう本当に157とかもう160キロも全然出ると思うんでね、えー、ちょっとそこら辺は気をつけてほしいなと。まあ今日上がってきたばっかでね、えー、成績残してほしかったなというふうに思うんですけど、まあ明日、 すぐに消えたりはしないですけど、まあ明日どうなるかって感じですね。あとね、あの、フォークボールが抜ける。まあそれこそね、今日陽選手に当ててしまって、陽選手、ちょっと心配ですね、本当に。うん。右手首に当たってたんでどうなるかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあまあ、あの、フォークボール抜けるっていうのだけ気をつけてほしいですね。えー、島本投手、1回投げて33球、2安打1、3振、新2フォアボール1失点ですね。えー、フォアボールが惜しかった。うん。 え、まあ、お知らしのフォアボールで1失点と、ちょっとそこら辺気をつけてほしいね、っていうことですね。いやー、今日はね、あの、正直ね、あのー、打たれるとは思ってた。うん。まあ、それこそ、1戦目、2戦目、えー、相手にボコボコに打たれて、で、阪神もちょっとやり返してって感じでしたけど、えー、正直ね、3戦目、あの、ルーキー、まあ、ルーキーというかね、まあ、あの、新人、おそまあ、 いわゆる新人同士。なので、浜地同士、打たれると思ってました。うん。だけどね、相手もルーキーなんで、打つと思ってたんですよ。まさか6アンダー1打点、1得点とは思わなかったんで、ちょっとそこはね、厳しいなまあ、対巨人戦。 だけ、こんだけ厳しいっていう風に見たいですね。明日から広島戦始まると思いますが、そこら辺に期待したいと思います。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼いたします。バイバイ。